レオンです。今回Amazon で購入したこちらですね、今手持ちに書いてるんで、こちらですね、セイワのポリプロピレン車内用品ゴミ箱ダストボックス S ドリンク 500ml ブラックの開封&商品紹介ね、やってみたいと思います。今回もピョークとマユの参加ですね。ドリンクホルダー、ちょっとこれおかしいな、遅いな、こういう感じで、価格がね1071円で書いたんで、あ、でさっきのビューティフルカラーのやつね、画像ちょっとこれだけしかやらなかったから、こういう感じでエプソン詰め替え用、こういう感じで、ちょっといつもの遠井明ですね、この超気に入りの女なんで、であと高橋ジュリめっちゃエロい顔してるんで、俺こんな好きなんで、超まぶいんで、で手持ちにちょっと変え、手持ちにしてるんですよ、大きすぎるから、ちょっといつもの固定のやつこれでやってるんだけど、 iPhone8 256GB これに、このダイソーで買った200円なんだけど、これクリップで固定して撮ってるんだけど、真上から真下をね、こうやって撮ってるんだけど入らないから、手持ちに変えて、あれ、あの蛇腹のやつ前に紹介したやつ、あれ壊れたから同じのまた新しいやつ買ったんですよ。これバキッと折れちゃって、昨日買ったんですよ。これまたこれ100円で買えるからとってもいいですよ。これここ外してね、あのデジカメとかにあのネジ穴で固定できるようになってるんですよ。めっちゃこれ安くてね、使えるんでね、三脚もついてるから、これですね、これスタンドだからこうやってちょっと距離がないとね取れないからね、これ一旦開けるんで、ちょっとスタンドでちょっと両方で持ちとこうか、取れないことはないと思うけどね、場所違う場所でやればいけると思うんだけど、こうやってちょっと開けるんでね、ちょっとなんかおかしいな、蛇腹がなんか、なんかおかしいな、開けようか、これは開けといてもよかったね、最初から。ちょっと硬いリニューに含まれてるからね、本当はされてるから、簡単開閉はワンプッシュ式、セイワ W887 ダストボックス S ドリンク、ザ・ダストボックスドリンクが2本置ける、重り付き、あ、底側に重りが付いてるんだ、倒れにくい低純真設計、滑り止めスパイク付きで、軽自動車センターコンソール下に、俺のセンターねちょっとこうやって盛り上がってるんだけど大丈夫かな、でミニバン、ウォールクルーにコンパクトカー、後部座席、後部座席下にこういう感じでドリンクホルダーついてますね。これのクーラーのところに2箇所に一応両サイドにこうやってプッシュ式の
収納式のプッシュで、プッシュ式での収納式のドリンクホルダー、純正にはついてるんだけどね。あ、いいなこれ、とても使えるな。あれ重りちょっとついてないんだけど、あ、下に重りになってるわ。あ、違うか、ここ重りになってんかな、これが多分重りかな、多分。いいですね、ビニール袋、レジ袋とか中に入れて、これいいっすね。これちょっと開けられるかな。開けられるな。こうやって開けられる。ここはフックになってるから簡単に開けられるようになってる。ここはこういう感じで、これの下が中に重りがついてるんだろうな。ちょっと下が重いから、これ閉めるときはまたこうやって、ただ簡単にできるね、やりやすいね、ちっちゃくていいっすね。こういう感じで、ちょっと後ろが明るいし、クリップライトで PSB 光合成細菌培養ちょっとやってるんだけど、あれもできたら今日撮ろうかなと思って、もう完成してるんだけどね。こういう感じで、おもしが書いてるな、こういう感じで、ね、いいっすね。ドリンクプッシュ式で飲むも2つ分けるから、500ミリリットルがだいたいサイズ的に合うようになってんだな。ペットボトル、ちっちゃい四角いあれはちょっとどうだろうな、あれでも多分いけるかな、紙パックのやつなんか。いいっすね、以上っちゅうことで、はい、今回ね、こういう感じで、Amazon で購入したね、セイワの軽自動車用ドリンクが2本置ける、重り付き簡単開閉ワンプッシュ式のドリンクホルダー付きのダストボックス S ゴミ箱の開封&商品紹介でやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。できたら車に設置するやつも、設置した後のやつもちょっと撮るんでね、できたら撮らないかもしれないんで、で前に紹介したセンターのやつがあったでしょ、あれ名前なんだかな、あれも肘掛けじゃないけどアーム、なんていうのかな、あれファスアームレストっていうのかな、あれも設置してるんだけど、あれも合わせてちょっとできたら撮るんでね、車に実際に設置してる状況を。はいはい、失礼します。